ロデリック・マーチソンは、スコットランドの地質学者である、王立教会フェロー。スコットランドのロスアンド・クレマーティのタラデールに生まれた。ダラムスクールから軍の学校に進み、軍務につき、1808年にはアーサー・ウェルズリーの指揮する作戦に参加した。8年間で軍を退役し、結婚してヨーロッパを旅した。1818 18年にイギリスに戻った後、 ハンフリー・デイビーと知り合い、科学的な活動を進められ、地質学の研究を始めた。1828年からチャールズ・ライエルと南アルプスを調査し、アダム・セジウィックらともアルプス山脈の地質の調査旅行を行った。セジウィックと共に古生代の地層を調べ、古生代の年代をシルルキとカンブリアキの二つの地質時代に分けた。八百三十年に設立された。 ロンドン地質学会の創立者の一人で何度か会長を務めた。1855年に英国地質調査所の所長となり指揮を取った。マーチは植物の学名で命名者を示す場合にロデリック・マーチソンを示すのに使われる。ありがとうございます。